にちは、ルナです。はい、今日はじゃじゃーん、こんにちは、はじめまして、皆さん、尾崎美希です。美希ちゃんに来てもらいました。わーい、よろしくお願いします。ってことで、今日は美希ちゃんとバッグの中身を紹介したいと思います。では早速、はい、スタート。はい、では早速紹介していきたいと思います。はい、美希ちゃんのバッグは、はい、かわいい、これです。ちょっと逆に見てたわ、反対見てた、うん、なんかこれ、あのこういうマグネット式、うーん、かわいいになってるタイプで、意外と、あ、なんかゴミ入ってる恥ずかしい恥ずかしい、ゴミちょっと入った、綺麗にしました。意外とこんな感じで街が広いので、うん、物もいっぱい入るリトルバッグで、めっちゃかわいい、モノグラムのバッグめっちゃ好きで、ね、かわいいよね、本当。たくさん持ってるけど、あ、本当？かわいい。この形持ってる？この形は持ってない。ない、え、これ何でも合うから使いやすくておすすめです。はい、私はシャネルの二十歳ぐらいの時に買った初めて1個目のバッグを持ってきました。思い出の。はい。いいですね。中身を紹介していきます。紹介しましょう。はい。ちょっといっぱい広げてるから、そうだね。見えるかな？切れ目半分か、こっちからいるのか、うん、こっち私の、はい、みたいな感じになってます。はい。お菓子？お菓子、お菓子ある二人ともお菓子ある。お揃いのものから行こう、うん、あー、じゃあこれこれね、ちょっとびっくりしたんですけど、お揃いでした。すごい、お伊勢さんのお清め塩スプレー、うん、なんですけど、これめっちゃいいよね。いや、これめっちゃいい、もうちょっとシュッてやったら、そう、もうほんと、なんか変な気を感じたり、うんうん、嫌な空気をこう感じた後とか、ちょっとなんか環境を変えたいとか、うんうん、ちょっとなんか気を変えたいって時に、もう本当にもう振りまくったりとかしています、うんうん、あとなんか香りもね、うん、そんなにこう強くないけど、ちょっとリセッシュ、なんて言うんだろう、この香り、リフレッシュできる、そう、すごいいい香り、ね、でレモン果実、ローズマリーとかそっちかな、うん、感じでフレッシュ系な、なんかこれ SNS ですごいね、うん、よく見る。え、でもこれめっちゃいいらしい。そう、本当によくていいらしいから、私もなんか聞いた2個目、2個目です。先輩、お清め先輩え、でもこれ、あの濃いスプレーバージョンもあって、うん、あれ、そう、そうだっけ、濃いスプレーバージョンは叶う、あの素敵だなって思った人がいたら、その人にかけたりシュッとか、いや、もうバレないようにねとか、その人に会う前にシュッてかけたりすると恋が実るっていう恋スプレーバージョンもあります、うん、すごい、ちょっと購入検討しますはい、これこれね、1個目でした、うん、これ絶対入ってるわ、うん、あとは、あとはメイクにする、メイクは、うん、なんか私いろいろ持ち歩いてるんだけど、メイク、うん、このクレヨンしんちゃんのポーチを韓国で1000円で買いました。いいな。そうで、いろいろあった、なんかいろんな種類。ここにリップとかを入れてます。あ、これ好き。ジョナサンのリップ。え、めっちゃ良くない？めっちゃいい。家に3本ある。そう、これめっちゃいい。いいよね。これなんか保湿系のリップで一番好きで、うんうんうん、そう、持ち歩いてて。わかる。めっちゃいい。で、あとシャネルの保湿リップと。え、これどうやった時に使い分けるの？え、なんかこっちはプルンプルンな感じの質感になるけど、うんうんうん、これはリップの前に塗ってもなんていうの、あー、よれない感じ、そう、うんうんうん、これもおすすめ、ムジゲマンションの、あ、へえ、ムジゲマンション、そう、ムジゲマンションっていうところのリップなんだけど、へえ、かわいい、全色かわいくて、これはもう3色ぐらい持ってます。ティント、へえ、良さそう、初めて聞いた。なんか他のコスメもなんていうの、こういう見た目で可愛い、そうからおすすめです。こちら、可愛い、はい、みきちゃんはリップで、リップは私もこれめちゃくちゃ好きで、今この2つをよく持ち歩いてるんですけど、可愛い、何番か、ね、どこの何番ですか。これはデイジックっていうブランドで、これね、リップの保湿機能も入ってるから、トリートメントいらないの、うん、いらなくて、ちょっと汚いから見せないやめるこれローズヒップっていう4番のカラーになるんですけど、まずこれをベースに塗るとちょっとティントっぽくもあって、うるうるになるから、色持ちもまんまよくて、結構チュルンとしたリップが作れるので、まずこれベース塗って、でその上にヘルメスのこれは21番かな、うん、のなんかこういうカラーの、かわいいよね、を重ねて
塗ってます。もうなんか何でも合うから、うん、最近この2本をよく持ち歩いてる感じです。いい感じ。そう、リップで、あとは美容、 あこっち系は、うん、これもうめっちゃ私のお気に入りのサンローランのクッションファンデ、うん、ラディアントタッチグローパクトの BR10 番なんですけど、これめっちゃ良くて、うんうん、あの普通のクッションファンデじゃなくて、この何ゼリーみたいなタイプのクッションファンデで、本当にこれはめっちゃいい。あと見た目が可愛い。可愛いね。あとはエレガンスのフェイスパウダー、これはもういいよね、これ無難に良くて持ってます、うん、はい。でもこれあの筆でつけるのが好きで、うん、私このパフはあんまり、なんかこれさベタってつかない。そうね、つきすぎちゃうよね。そうだから筆がいいと思います、うん、パウダーはね、はい、私もそれ何パウダー関連はこれアンプリチュードのフィニッシュレスパウダーの01番っていう、ちょっと反射しちゃってるパウダーなんですけど、なんか私ファンデ塗らないのよ。そうだからクッションファンデとか持ち歩かないんだけど、なんかちょっとよれとかが気になった時にはなんかこのお粉を持ち歩いてます。もうめちゃこういうパフでポンポンポンって塗るだけなんだけど、気になったところみきちゃんの YouTube でノーファンデって言っててすっごーって思った、うん、私絶対ファンデーション塗るから。塗る？本当に？そう、スキンケアは結構こだわってノーファンデなんですけど、これは結構軽いパウダーでツヤ感も出るので、うんうん、なんか気になった時に持ってるとおすすめです、はい、ベース系ね。あとは美容は、うん、これそれどういう感じの。これは本当はね、なんか多分私つむじこうなの、うんうんうん、左の方が多分多めになるんだけど、わざと右分けてて、なんとなくね、あここを挟むの。それそう、そういうことか。ここの立ち上がりをつけたいからこんな感じでね、ここを挟むの。本当に本当すごい。ちょっと今ちょんまげちゃんみたいになってるんだけど。可愛い。ちょんまげちゃんを本当に、まあちょっと今長めに時間取れないからあれだけど、してるとあふわってね。そう、2、3分ぐらい。確かに確かに。しとくだけでここがふわっとなるから、ちょっと今ちょっと時間短いからあれなんですけど、でも立ち上がって起きやすくなるからおすすめで。いい。そう、これをだから私はぺたんこにここ前髪したくないから。どこに売ってんの？アマゾンで買った。あ、アマゾン。しかも2個入りで。数百円、とかだったので、気になる方ぜひ。そう、朝のメイクとかしながらつけとくだけで、なんかコテとかするときには結構ふわっとなってる。すごい。そう、これを持ち歩いてます。あと美容は香水、うんうん、かな。今私リプティックのベチベリオ、っていうあの香りを使ってるんですけど、本体サイズをお家に置いてるので持ち運び用でこれを持ち歩いてます。いい匂い、めっちゃいい香り。いいよね、ティプティック。なんか時間経つといい香り。うん、ちょっと最初強いんだけど時間経つと女性的な香りになる。なんていうの、爽やか、うん、すっきり系の、うんうん、そう。なんかメンズもこれ使えるらしいので。確かにメンズもいいと思う。ユニセックスで使える香りです、うんうん、じゃあ、はい、私美容系って言ったらこの韓国のずっと飲んでるサプリ、うんうん、腸内環境を整える系の。韓国でまとめて買うの？そう、まとめて買ってて、こっちはきな粉みたいな味がする。これは何？これも全部全部腸内系。そう、へえ。なんかでこっちがなんか昔のなんか駄菓子みたいな味する、うん、昔ながらのみたいな。これ美味しい。水なしで飲む？そう、え、水で。水そう、うん、美味しいからこれ続けて飲んでます。でこっちが、うん、なんだっけ、若サプリっていう、うん、ビタミン C と D がめっちゃ入ってるやつで、もう尋常じゃなく酸っぱくて、もういつもまずって思いながら飲んでるけど、夜だけとか。でもこれはもう水とかに、ほんと美容家の人とかは水とかに薄めてペットボトル、ずっと自分でなんか1時間に何回とか決めてる。もうずっと取りなから摂取するのが一番いいらしい。なるほどね。けど私はもうそんなもうずっと飲めないから一回でバーって飲んでも、うんうんうん、私ビタミン系はあのもう普通にあのシナールとかそれ錠剤、うんうん、とかで C と D 取ってるけど、これの方が楽。なんかこっちの方が体に吸収される成分が多いらしい。へえ、いいね。若さって、気になる。多分箱とか見たことあると思う。結構人気で。そうなんだ。
はい、腸内環境を良くすると太りにくくなるからできる、ね、うんうんうん、うん、あとは、私美容系もほぼお菓子、鏡、あ、お菓子と鏡鏡かわいい、めっちゃかわいい、私の飼ってるプニっていうトイプードルの鏡です。こんな薄いの、うんうん、めっちゃいい、めちゃくちゃ小さいバッグにも入るのですごいおすすめです。こうなんか作っていただいたんですけど、かわいい、超かわいい、ルナちゃんもワンちゃんの柄にしてさ、うん、プニがいっぱい、私も作ってて、うんうん、それをママにあげた。あ、いいね、そうかわいい、鏡がこれで、でも美容系はあとは、うん、普通になんか髪よくまとめたくなるから、うんうんうん、最近まだ暑い時あるじゃん、うん、からあと仕事の時とかもクリップ使いたいのでこういうの持ってます。であとお菓子、お菓子、うん、お菓子なんか最近小梅にハマってて、小梅のやつをひたすら買ってる。これさ、酸っぱいの、私食べたことない。え、でも飴なのこれ、キャンディー。あー、キャンディーなのか、梅じゃなくてね。そう、だから小梅のちょっと酸っぱい、美味しい、酸っぱめのキャンディー、うんうん、私あのメントスとハマりしててもうちょっと食べかけで汚すぎるんですけどメントスのグレープを最近好きでよく食べてるので1本入ってますメントスちゃん、はい。あとは、あとは私はあのインスタグラム用の写真、動画用じゃなくて写真用の、うんうん、カメラで撮ってるんです。もあのハワイの動画とかご飯とかもすごい綺麗に上手、そう撮れる、めっちゃ彼氏出てきた、うん、かわいい全部こういう写真とか、あ、インスタのやつだ、そう、うんうんうん、カメラで、だからこれめっちゃ雰囲気出る、確かにこれで撮るだけで、GR なんとかみたいなカメラ、なんかいい、おしゃれな人のインスタを見ると鏡越しで撮ってるやつほぼ全部これ。あ、そうなんだ。そう、だから真似してもおしゃれな人の真似をしてこれなんか映えるカメラです。えらい、カメラね。そう、え、私あとはお財布、うん、あ、デバイス系だと普通にアポッツよく音楽聴くんで持ち歩いてます。あとはそうだね、お財布とキーケースかな。これお財布、なんか私お金、キーケースこんなか、キーケース、あ、もう鍵は自家入れ、自家入れでもう何もつけてなくて結構適当なのうん、うん、だからそれで、なくさないのがすごい。え、ぜ、え、なくす時ある、ある、と、え私だけ鍵なんか適当に鍵だけどっかに入れとくと、なんか、なんかと一緒に出した時に落ちるのかなんかわかんないけど怖くて、でキーケースにした。そう、2、3回、あ、キーケースなんだそれ、そう、かわいい、これキーケースで、これいつも持ち歩いてるんですけど、お財布と2点セットで。でも、あの、あれに、あれも良かった、アップルのエアタグをもう一個の方にはつけてて。なるほどね、そう、それ良さそう。で、なんかこれキーケースなんだけど結構入るので、マッチが。お、すごい。そう、なので私名刺とか結構いろいろ、あと会社のカードキーとかいろいろ持ち歩いてますね。これとあとお財布、まあちっちゃいから全然。え、両方シャネルなんだ。そう、かわいい。でもシャネルの白ってめっちゃ汚れやすいよ、ね、そう、汚れやすいの。だからちょっとずつさ、もうなんか色ついてきた、まあまだまだいける、まだ頑張れる、まだ頑張れ、まだ頑張れそう。かわいい。私はなんだっけ、ボナベンチュラ、うん、っていう、あのレザーの、そう、ボナベンチュラっていう、うん、エルメスと同じ革を使ってるって言っているところの、うんうんうん、え、これさ、小銭、あ、小銭はどう、生まれたらどうするの。ここにお札を入れてて、小銭はお釣りとかでは頑張ってここに入れてるけど、ね、うんうん、家に帰ったらもう小銭は、あの、あ、出すよね、出して、うんうん、で、私結構ポイントカードとかかわいい、そう、ねえ、テルマーユ、いくいく持ってるとか、あとアダイブとか、うんうん、サウナ系ね、とかスーパーのポイントカードとかをここに入れて、うん、って感じで、もうこれ1個で全然、あ、楽ちん、いいね。そう、まあ、確かにお財布そんなに、まあ確かにバッグちっちゃいから、うん、もう1個でいいかもね。そう、もう薄くないと結構きついっていう。確かに、なんかこれ結構でも潰れるから、結構潰してる潰れるから潰してるかも。そんな感じかな。
はい、こんな感じでした、バッグの中身。はい、なんか面白いね、うん、でもさ、やっぱ荷物少ないからめっちゃ必要、最低限。そう、最低限だと思う、ね、って感じ。みきちゃんのバッグの中身気になってて知れてよかったです。本当に皆さん、お清めの塩は本当におすすめなので、はい、おすすめです。ぜひ Amazon でゲットしてください。はい、って感じで、みきちゃんのチャンネルではあの質問を答えてて、うん、恋愛系とかいろいろ答えてるので、みきちゃんのチャンネルもぜひ見てください。はい、みきちゃんといっぱい喋ってます。では、ありがとうございました。